公益財団法人福岡ケーブルビジョンは福岡県福岡市に本部のある公益法人のケーブルテレビ局である。同業他社への事業譲渡により2020年4月以降の活動状況については不明。このケーブルテレビ会社は福岡市の都市部におけるテレビ等の受信障害に対応することを目的として設立された。従ってサービスエリアは公益財団が 受信障害対応地域として指定したエリアに限られており、それ以外の地域からは加入できない。その場合は一般向けにサービスを行っている他のケーブルテレビ会社に加入することになっていた。2020年4月1日をもって近隣のカス市などでサービスを行っているケーブルステーション福岡に投稿駅財団の事業すべてを譲渡した。福岡市の以下の各区のうち、 財団が指定した特定のエリアで首都新部が主体である。詳細は外部リンクより財団ホームページを参照。公益財団法人福岡ケーブルビジョンの事業譲渡についてお知らせ。ケーブルステーション福岡2020年11月30日閲覧。ありがとうございます。